こんにちは、みさきです。こんにちは、渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は見た目が難しそうに見えて実は簡単なターバンアレンジをやってみました。ミディアムからロングまで幅広くできるアレンジになってまして、量の多い方すごく綺麗にまとまるかなと思いますので、ぜひやってみてください。それでは動画スタート。ミレイのバームを使います。爪の大きさくらい取ります。手のひら全体に伸ばして、毛先から順に表面まで伸ばしていきます。耳の高さで横に半分に分け取ります。斜めに分け取ります。左を上にしてねじっていきます。下の髪の毛とまとめてお団子状に結んでいきます。お団子部分を持ち、ゴム付近から順にほぐしていきます。ターバンを使います。お団子に引っ掛けて上からかぶせていきます。毛先をターバンに引っ掛けてこのくらいの角度でつけます。ゴムのヘアアクセを使います。ゴムの部分にヘアアクセをつけていきます。おくり毛を出します。まずはこめかみの部分です。もみあげの部分も出します。 32mm のコテを使います。もみあげの部分は外ハネに巻きます。顔周りの部分は外巻きに巻きます。ニットに合うターバンアレンジいかがでしたでしょうか。これからの季節にとっても使えますので、ぜひやってみてください。